おはようございます。星野瑠璃です。2024年、阪神大商店とスプリングステークスの予想。ということで、日曜日は阪神で阪神大商店、中山でサツキショートライアルのスプリングステークスが行われます。この動画では2つの重症の予想をしていきたいと思います。まずは阪神大商店の予想からです。それではデータその1。 4歳馬。過去10年中7年で馬券に絡んでいます。色がついている馬は、それまでに重症勝ち経験があった馬になっていて、馬券に絡んだ11頭中8頭が重症勝ち馬となっております。今年出走する4歳馬は、サボーナとゴールデンスナップの2頭となっています。 今年は重症がちの四歳馬の出,出走はありません。続いてデータその二。有馬記念組。前年の有馬記念に出走していた馬が過去十年で十四と馬券に絡んでいます。連帯することが多いので、連軸候補として注目です。 今年出走する有馬記念組はディープボンドの1頭のみとなっております。ここまでがデータの紹介で、ここからはまとめに入ります。今年は G1 カチューマの出走はないんですが、長距離,離 G1 で構想しているユーキャンスマイル、KO ロイヤル、ディープボンド、シルバーソニックの4頭がいますので、 レレベルの高いレースになりそうです。ただ4頭とも全盛期は過ぎている馬になりますのでどうなるのかというのがポイントになります。ということで私の本命は9番のワープスピードにしたいと思います。これで4戦連続で 3000m 以上のレースを使うことになりますんで。 経験値的にはかなり有利です。前走のダイヤモンドステークスでは、スタート直後に隣の馬にぶつけられて位置取りが悪くなりましたし、結果的にもその位置取りの差が出た3着だったので、今回はスムーズならさらに成績を伸ばせる可能性があります。今回は分かった騎手に乗り換わりということでさらに上昇しそうです。 状況は合わせるまで遅れてしまっていたんですがもともと状況で動くタイプではないのでそこは心配ありませんしタイムは今までよりも断然良くなっていましたので調子は良さそうです以下は2番のプローザフォン6番のテイオーロイヤル10番のサボーナ12番のディープボンド13番のシルバーソニックまでということで買い目は3連服で流したいと思います 3連覆の1等軸流しで9番から相手が261012135等で10点続いてスプリングステークスの予想をしていきたいと思いますデータその1関西馬毎年関西馬の出走頭数は少なくなっているんですが2017年から7年 連続で馬券に絡んでいます。今年出走する関西馬は、ジュンゴールド、ウォーターヒリト、ログラールの3頭となっています。続いてデータその2、人気数。2017年からは紐荒れになる傾向があって、 7年連続で6番人気以下の馬が馬券に絡んでいます。色がついている馬が関東馬で、馬券に絡んだ8頭中6頭が関東馬でした。なので、人気薄の関東馬には特に注目です。続いて、データその3。1番人気。 一番人気は過去10年で7頭馬券に絡んでいるので、信頼できる成績になるんですが、勝ったのは2018年のスティルビオのみとなっています。今年の一番人気候補はルメール騎手が騎乗するシックスペンスになりそうです。ここまでがデータの紹介になりまして、ここからはまぞめに入りたいと思います。 今年のクラシック路線は、新山記念、京成杯、木更木賞、共同通信杯、弥生賞と、固く収まったレースは一個もなくって、すべてのレースで9番人気以下の馬が馬券に絡んでいて、かなり大荒れしています。スプリングステークスは、小頭数で、 能力が拮抗していそうで、ここでも人気オスが絡みそうなレースだなと思います。ということで、私の本命は、8番のログラールにしたいと思います。現在の予想オッズでは、かなり下の方になっているんですが、ディアデラノビアの子供で良血ですし、モーリスサンクなので、 今の中山の馬場は合っていそうな感じがします。初勝利までに3戦かかってしまっているのは、とにかくスタートが悪い馬で、新馬戦と2戦目はスタートでかなりロスがありました。ゲート練習の成果が出たのがえっと3戦目で、その3戦目はコーススタートを切れましたが、スタート後からあんまりスピードに乗らない点が課題です。 スプリングステークスがもしフルゲートだったら危なかったんですが、今回は10頭しかいませんので、スタートでもし遅れてしまってもそこまで影響はないと思います。前に行きたそうな馬も今回はいませんし、もしかしたら今回は先行できるかもしれません。これまでに騎乗したマーカンド騎手と北村騎手は、 2人とも能力は高いと言っているので人気のない今回も注目です状京では3週連続で6波論でいい動きを見せていて皐月賞の権利取りに命智な感じで仕上げてきています今年のノーザンファーム系クラブ馬のボバクラシック路線は確実に本番に出走できる馬は牝馬のレガレイラのみとなっていますので スプリングステークスに出走してきた3頭はなんとか権利を取りたいところだと思いますログラールは相性のいい関西馬ということもありますのでここで一発狙います以下は1番のジュンゴールド2番のルカランフィースト3番のウォーターヒリトウォーターリヒト4番のシックスペンス6番のペッデグリーニ9番のコスモブットレア 10番のスティングガーグラス、スティングガーグラスのまで。<laughs> ということで、い目なんですが、相手候補は1番のジュンゴールド、9番のコスモブッドレア、10番のスティングガーグラスの3頭で、3, 3連服の2列目にこの3頭を置いて流す買い方にしたいと思います。なので、3連服のフォーメーションで、1列目が8番、2列目1 9 0 3列目1234、 6 9 10 15点この辺りで資金配分して購入しようかなと思っております。じゃあ2024年阪神大商店のスプリングステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。